チャンス高木北、続きをかわして左足、あ、福森、わずかに外。いった、ウェルが2人、いった、菊池から奪った、強奪、相馬が来た、相馬のシュート。ヘディング抜けたか、ちょっと強い、ちょっと浮き玉、逃げ直した、勝ったのチャンスを止めて、三浦シュート、決まった。本日はジャパンオールスター2021にご来場いただきまして誠にありがとうございます。それではここで本日の第3試合、レッドボックス対グリーンラクーンのスターティングメンバーご紹介しましょう。まずはレッドボックス、1番大迫敬介、3番塩谷司、19番佐々木翔、5番福森明人、4番中谷慎之介、20番高橋秀人、8番大谷秀和、10番山田裕樹、17番豊田洋平、9番チョン・テセ、11番長井健介。続いてサブスティテューション、21番都築亮太、12番初瀬亮、2番栗原雄三、7番郷家雄太、6番稲本潤一、13番鈴木啓太、14番佐藤久人、18番バンド隆二、15番平山壮太、22番西新大吾、そして監督は風間彰洋。以上、レッドボックススターティングメンバーサブスティテューションをご紹介しました。続きましてグリーンラクーン、1番南雄太、25番駒野雄一、17番菊池龍吾、5番大井健太郎、6番小川亮也、7番高峰智樹、23番福西隆、10番高木義明、22番相馬勇樹、11番三浦和義、12番ハーフナーマイク、そして監督はラモス・ルイ。以上、グリーンラクーンスターティングメンバーご紹介しました。ジャパンオールスター2021第3試合です。ラモス監督率いるグリーンラクーン、風間監督率いるレッドフォックス、この両者が30分一本勝負でこれからこのジャパンオールスター2021の最後のゲームを行います。アームバンドを巻いているのはグリーンラクーン三浦知良、そしてレッドフォックス高橋秀人です。主審は3試合続けて家元主審が担当してくれます。この第3試合ももちろん放送席に解説がつきます。解説するのはウィナーズの那須大輔監督です。
しかしながら那須監督、さっきまで選手として試合に出ておりましたので、現在この日産スタジアムの放送席に移動中であります。ですから那須監督が放送席に着き次第、解説としていろんなコメントをしてくれることになっています。さあ30分一本勝負です。レッドフォックス、そしてグリーンラクーンの一戦です。グリーンラクーンの方は今福西がボールをもらいました。この辺り激しくプレッシャーがきます。基本的にはそれほど大きくメンバーを変えてないということのようですが、ヘディング福森です。背後を狙いましたが、このボールは小川がカバーしました。小川左サイドバック、菊池右センターバック、駒野右サイドバック、そして一つ経由してこの位置に相馬がいます。間で受けたのは高木義明です。さあレッドボックス、高橋秀人が一度ボールに触ります。ワンタッチで中盤につけました。高橋は左の福森に入れます。シンプルに裏。グリーンラクーンのゴールを守るのは引き続き、あ、グリーンラクーンは南選手がゴールを今守っています。南雄太選手です。さあ後方でボールを動かします。南選手がビルドアップに絡んできました。そしてレッドフォックス、チョンテセ選手が前からちょっとプレッシャーをかけます。探す菊池、相馬のワンタッチ、駒野はちょっと近いところで見られてましたので一度後ろに下げました。今駒野選手にプレッシャーかけたのは永井選手です。さあそれからレッドボックス17番豊田洋平選手が今前からプレッシャーをかけに行きます。どうやらレッドボックスは豊田チョンテセの2トップになっているようです。小川のパスです。そしてグリーンラクーン、前線はハーフナーマイクが入ってます。ハーフナーマイクがセンター、右に相馬で、三浦和義が左にポジションを取ってます。さあレッドボックス、レッドボックスは左のセンターバックに19番の佐々木が入っているようです。ちょっと探りを入れてから中盤に入れます。高橋は下げました。ここにレッドボックス19番の佐々木翔です。そして福森、初戦センターバックを務めた福森はこのゲームは左のサイドバックに入っているようです。それからレッドボックス中盤には8番の大谷選手、それからスタートで10番の山田選手が出ています。さあ左足佐々木のくさびです。落としてワンタッチ、シンプルに裏、左から福森が来た。これは早めに相馬が戻って対応します。さて時計の針が3分過ぎたところで、ようやく放送席ウィナーズ那須大輔監督登場であります。よろしくお願いします。那須さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当によく出ましたね、ゲーム。いやー、やっぱりプロはすごいなって思いましたね。そうですか。はい、でもなんかアザス、はい、感極まってましたね。そうですね、まあ、感じるものがたくさん、僕もちょっとプレーアザスとしながらいろいろと指示してたので、はい、感じることがたくさんあったと思います。でもまあよくこれだけのメンバーが集まってくれました。いや本当ありがたい限りです ね、はい、しかもね寒いんですよ今日。そうなんです。お客さんがね、那須さんこれだけいるんですよ。いや本当にびっくりしました。こんなに集まっていただけるとは思ってなかったんで。あ、そうですか。はい、まあ、かなりのでも大盛況ですもんね。いやもうありがたい限りなんですけど。はい、さあさあ改めてちょっとですね、監督としてレッドボックスを見て、でプレイヤーとしてグリーンラクーンを見て、はい、ちょっと各々を見て感じたことをちょっと教えてください。はい、そうですね、まあ、レッドボックス、まあ、メンバーもそうだったんですけど、はい、まあ、パスサッカーっていうところで、はい、風間さんイズムが感じました、はい、少し感じましたね。でグリーンラクーンは、まあ、ラモスさんのこの熱い闘魂が選手たちに、はいはい、伝わってるなっていうのは、はい、やってて感じますね。なんかギアだいぶ上げてましたよね。そうですね、はい、
グリーンラクーンの方は本当にやって思ったんですけど、ギアがなんかちょっと違うなと思って、はいはい、パス回し一つも球際もそうですけど、ちょっと上がってるなっていう風に思いましたね。さあ、そしてレッドボックス右に流れたチョンテセ選手のクロス、これがコーナーキックになります。最後でもね、初戦は結構プレッシャーのかかる PK をきっちり沈めました。そうですね、こういうところで個人的に出ましたんですけど、あ、そうなんですか、はい、こういうところで本領発揮するのは僕ですって断言しましたから。さあ、そしてそのチョンテセ選手のクロスがコーナーキックに変わって、さあ、J リーグ屈指の左足キッカー福井、速い球、とにかくこの人はですね、那須さん、はい、普段もえげつない球を蹴ります。そうですね、はい、今も多分、多分ポストにはマイク選手だったと思うんですけど、はいはい、マイク選手じゃないと多分届かなかったと思いますね、はいはい、2メーター近い長身選手が触るじゃないと触れなくて、触れない、そうです、でも速い球蹴るじゃないですか。そうなんです、線で合わすので、どっちも点でもどっちでも合わせられるので、はい、これ武器ですよね。そのハーフのマイク選手がかなり手前に立ってます。今度はどうするか、手前に低い球を流してきた、チャンスぞ。さあ、これはどうだ、三浦和義が落として相馬が三浦に預けます。ワンタッチ、スクリッシュ、これで中入って小川がもらいに来ます。ここに真ん中にグリーンラクーン10番の高木です。駒野が背後に出しました。さあ、こちらレッドフォックスのボールです。中谷が左のセンターバックで、今中盤から下がってボールに触った20番が高橋秀人選手、チョンテセの右サイドへのパスです。そしてレッドフォックス右サイドバックは塩谷が入ってます。高橋ワンタッチ、塩谷は高い位置をまだ取ってます。斜めに入れます。これでスルーパスにしました。折り返したチャンス、なかなかの崩しでしたね。なかなかですね、はい、ライン間の受け方がやっぱり、はい、ここでのパスとトラップが最高の、やっぱりプロですね。はい、山田選手やっぱりさすがですね。さすがです、はい、さあ、セットプレーのたびに我々この福森選手楽しむことができます。どうだ、白いカーブ、セカンドボール、おおお、レッドボックス、これでマイボールにして左足浮き球、8番の大谷選手から浮き球が出ました。このボールはかなり高いですが、豊田洋平折り返して高橋秀人、ちょんてせ残してワンフェイク、長いパス、もう一回リターン、山田裕樹背後見た、左足を自分で打ちました。笛鳴った、家元主審笛鳴らして PK スポットを指しました。PK もらったのは豊田選手ですね。そうですね、はい、これここですね。ラモス監督怒ってます。怒ってますね。ある意味今日は場内 VAR があるとも言えますが、認められません。豊田、これはきっちり沈めました。いつもの飛行機ポーズ、さすがですね。レッドフォックスがこの第3試合先制ゴールを挙げました。これでレッドフォックスはセレブレーションの輪にゴールキーパーの大迫選手も参加しました。
どうですかこの PK。 いやもう完全にもうリラックスして逆をついてますよね。はい、余裕しゃくしゃくですね。はい、はい、まあ、多分お互いが知ってるからこそのこの笑顔なんでしょうね、はい、駆け引きの中で。ファールじゃないだろうというラモス監督。さあ1点、赤いユニフォームのレッドフォックスが先に点を取ります。大谷のワンタッチパス、長いスピードスター、いや、はい、長いワンフェイク、ギリギリで止めて切り返し、まあ、スピードの緩急を。そうですね、はい、まあ、でも菊池選手もスピード ね、 こ, ね、あのここの体重ね、最後まで粘れるので、ね、はい、その良さが今出ましたね。そうですね、はい、さあ今度はいわゆるゴールから逃げていくアウトスイングボールで福森手前、これまた中谷選手に結構いい感じで向かってきましたね。はい、中谷選手でしょ、この上なく合わせやすいですよね、はい、入りやすいというか。あ、そうですか、はい、ちょっと見てみましょう。ちょうど長身のハーフな選手の前入ったんですね。そうですね。さあこちら風間彌弘監督です。さあグリーンラクーン下がってボールをもらったのは柏木です。高木義明がボールを残しました。菊池龍鳳前を詰めます。詰めてったのはレッドボックス8番の大谷、運んだのは7番の高峰です。盛んにラモス監督が声をかけてます。駒野来た、前は場所ないですが相馬はちょっと抜いた、上がったが、ゴールキーパーは大迫です。まあでもウィナーズ戦は相馬選手は圧巻のスピードでしたね。圧巻でしたね、はい、初めて僕体感したんですけど。あ、そうですか。まあ早いですね。ちょっと違いますか。ちょっとあのスピードのこの質が違いましたね、はい、しかもボール持ったらなおさら早いという。あ、そういう感じなんですね、はい、その相馬が右タッチ開いて受ける準備はしてます。高木義明、その相馬に入れて寄ってきた三浦、斜めに行く、うん、そーい、来た来た、相馬来た、少しスピード落として横パス寄ってきました三浦、その三浦和義が受け直します。おー、ここで駒の左足、繰り返しますがこの人は右サイドバックなんです。そうですね、さあちょっとプレッシャーが伺っているグリーンラクーンなんですが、これ冷静にボールを持って前に運んでいきます。レッドフォックス佐々木です。右のセンターバックにこの中谷が入ってます。大谷が1回下げてちょっと様子を見ました。で大谷が下がってますね。高橋秀人は前に出てます。大谷、山田、おお入れた、豊田がちょっと抜けきれない。中谷が出ます。ハーフナー小川の浮き玉ワンタッチ。さてグリーンラ君はですね、大津、それからあ前田良一ですか。はい、そうですね、はい、準備をしてます。塩谷、豊田、高橋、塩谷が斜めに、山田裕樹、まあ、早めにでも大井が今、そうですね、いいプレッシャー、おーっと、いいボールハント、横に流してチャンス残しましたが、出てきたのは大谷、山田、大谷でなさチャンスでした。そうですね、ま
また敵陣でボールを取りました。レッドフォックス福森です。相馬が外切ってプレス、三浦和義、和真プレッシャーをかけます。塩谷の縦パス、大谷が斜めに入れる。引っ掛けたグリーンラクーン、高峰和。このね、本当ライン間での受ける技術をね、ウィナーズの選手はね、ぜひね、学んでほしいな。学んでほしい、うん、はい、そこは違うんですか。いや、全然違いますやっぱりプレッシャーはあんまりプレッシャーとして感じてないですからね。はい、カズのラストパス、まあ、抜けてったのは高木だと思いますが、ちょっと引っかかりました。さあ長い走る、コマノがつきます。これは長井選手やり直しました。大谷選手の横パス、山田裕樹、塩谷がもらって、外側に豊田が逃げていきます。落としたチョンテセ、縦パスがダイレクトで入る。さあ相馬、右はちょっと空いてます。空いてる方に持ってきた、やめて三浦和義、佐々木カットです。これで長いのパス、抜けたか、チョンテセ強い、チョンテセ浮き球、ちょっとループ気味に狙ってきました。今でも長い選手ですね、最後出したね。そうですね、いいボールでしたね。はい、また相馬逆側を見ました。真ん中にハーフナー、そして外側には7番の高峰選手が出てきました。さあボールデッドになりませんでしたので、大津前田両選手はですね、だいぶな差待たされました。そうですね、ここは静岡ダービーでよく対戦してた2人ですね、チョンテセ選手と大井選手は。そうか、そうですね、手の内を知ってるので、はい、このリプレイの間に選手交代が行われました。ハーフナーマイク選手と、それから相馬選手ですかね、あ違う、高木義明選手が下がりました。駒野です、セカンドボール。ハーフナーが下がってますんで、前線いわゆるワントップ中央の位置に前田良一です。預けて大津が出ていきます。福森がつきましたが、相馬キープ、ここに高峰、ヘディング佐々木のパスです。おいい出足、高峰です、ワンタッチ 塩谷前、ここ、ね、はい、やっぱ縦見ますよね、ええ、プレッシャーかかってるところでも、はい、あれはもう終わる、もらう前からイメージがあるんですか。イメージあると思います。もう奪ったら縦っていう、はい、ここがチャンスになるので、で今度はオープンサイドにボールをつけます。さあ駒野はいいクロスがあります。面白い球だ、前田を狙ったボール。そうですね、駒野前田っていうのは代表でもね、結構そうですね、はい、ジュビロ時代もホットラインだったので、はい、ゲームを終えたウィナーズの面々、こうやって、ね、ビルドアップの時ね、はい、こう上から見てるとそんな選手動いてないんですよ、はい、でもこの肝心なところでのこのポジション移動っていうか、ちょっと動くだけなんですけど、はい、結構みんな動きすぎるっていう現象がやっぱりあるので、こうやって見てるとそんなに大きく何度も何度も動き直してるわけじゃない、はい、確かに。だからそこら辺をこう見ながら勉強してほしいですね。聞こえてますよ、はい、はい、左に流れた三浦和義、小川はもう一回タッチラインの大津につけます。クロスにしました。うん、ヘディング中谷の跳ね返し、おっと止めて、また駒の、いや早いプレッシャーです。まあ、しかし駒野選手、本当に頻繁に点取れるところに入ってきます。相馬です。駒野とワンツー、破った、真ん中に数を狙った、ファーに前田が逃げて、相馬の折り返しは少し後ろで待っていた三浦和義。
このコーナーキックは大津選手がいますので、あ、これで福森選手が下がりましたね。で、初瀬選手が入りました。どうだ、センターお菊池のシュートのこぼれ球、最後前田。これはでもいわゆるヘディングに強いヘディングが、そうですね、菊池のセッターこぼれ球でした。これですね、はい、まあ、ヘディングでは厳密にありませんでした、はい、でもやっぱ高さからですね、はい。さて、初瀬が左センターバックサイドバックにそのまま入りました、まあ、この第3戦は福森選手が左のサイドバックやってましたが、そこに初瀬選手が入ります。斜め落として高橋秀人の縦パス、はい、山田裕樹、そこを高みで抜く、相馬のシュート、これは冷静に大迫キャッチです。このリプレイの間に結構グリーンラクーンもプレッシャーかけてて、まあ、ビルドアップ運びを捕まえて、この位置横にさばいて、相馬は和也のパスです。おお、カウンターパス出た、チョンテセ、菊池を横のドリブルで剥がす、サポートがあってワンタッチ、これチャンスだ、左右に流しました、ゴール前豊田がいる、真ん中に入った、山田のヘディング合わない、最後飛び込んだのはチョンテセ、同時に中谷も今上がってましたね。そうですね、相馬のパスです、またいだ、またいのワンツーは不発、まあ、成立すれば結構際どい形になっていました。ちょっとね、自分も空いてきたので、はい、カウンターがちょっと頻繁に多くなってきたので、はい、点がこう取れそうなどちらかに匂いはしますけど、はい、カズが右の前に流します、これで三浦和義またぎを入れます。相馬、大津です、あ、背後にちゃんと駒野が出てきてふわっと上げた、後ろ向き止めて三浦和義、相馬のシュート、これは際どいチャンスでした。さて、グリーンラクーンはこの後玉田選手を入れます。玉田は小川選手と変わりましたか。そうですね、左サイドバックに変えて玉田、カズのクロスのチャンス、ヘディング、ショートコーナーから三浦の折り返し、最後大井健太郎です。これです、いや、いいボールでしたね、はい、さあ後ろからボールを運んでいきます。レッドボックス、大谷の縦パスです。チョンテセの手前でボールをカットしました、グリーンラクーン。探す駒野、抜けた相馬、一つ柏木が小さなパスを入れます、もらい直して、これは粘って佐々木です、はい、いい練習ですね、はい、カズの残し、玉田、カズへのラスト、おー、カズ反応した、これは大迫が高い球に逃げました、セッターの豊田、家元主人が笛を吹きました。さて、30分一本勝負のこのゲームなんですが、
この後ですね、那須監督にはこのゲーム終わった後のインタビューをしていただくことになってますので、はい、那須さん、じゃあこの辺で放送席からお別れということで、分かりました、はい、後ほどインタビュー、はい、よろしくお願いします、頑張ってください、はい、ありがとうございました。さあ、右のサイド、グリーンラクーンのオフェンスです。大津がもらったところに玉田が近寄ってきました。高い球、体の強さがあります塩谷。ワンタッチで豊田が前。さあ山田裕樹、左側ジョンテセが呼んでます。右サイドに出した、長井が行った。これは大井の非常に素晴らしいカバーです。グリーンラクーン8番をつけているのは柏木、ここに三浦、相馬が預けます。出ていく、走らせた数のパス、佐々木いいカバー、しかし相馬も頑張る。ここでレッドフォックスの方が選手を変えます。豊田洋平選手に代わって佐藤久人選手が出てきました。さあ右サイド深い位置から裏、佐藤久人が背後に出た。チョンテセがセカンドボールに反応した、強い佐藤久人、フリック柏木です。ここに大津、これで相馬が中央斜め裏に抜けます。駒野が出てきました。立ていきます。止まった大津は横、三浦が顔を出して玉田とパス交換、狭いところ踏み込んでいきます。前田がプレッシャーをかけます。おーと佐々木にもプレッシャーがかかりました。これで取ってクロス、おっとこれは前田を狙ったクロスボールです。ハーフナーに代わって途中から前田良一が前線を務めています。さてここで選手の交代がまたありました。グリーンラクーンは坪井と田中達也が入りました。これで前田選手がピッチを後にしたようです。前に出て柏木がプレス、高橋秀人止めたところにプレッシャーをかけます。佐々木のワンタッチ、駒野が先読み、大津は横です。柏木の浮き球、これは冷静に佐々木がカバーです。30分一本勝負、あと2分。中谷です。高橋秀人の縦パス、さあ山田のフリック、長井のクロス、チョンテセヘディング、見せ場を作りました。チョンテセ、もうすぐグリーンラクーンは攻めに転じています。真ん中で反転を狙った柏木、長井です。大谷、外から外せ、佐藤久人、前に行かず、おー、ラストパス山田からチョンテセ、山田裕樹で崩しました。そして仕上げましたチョンテセ。29分、見事な崩しでしたレッドフォックス。この位置で初瀬佐藤とつないでおいてですね、山田裕樹左足ラストパス、最後はまさにフィニッシャー。
チョンテセです。これで 2-0 になりました。ウィナーズとの一戦を制して一つ勝ったグリーンラクーンなんですが、ドリームチーム同士の対戦はレッドフォックス2点リード。右からちょっとこのクロスは上がった塩谷に跳ね返りがそのまま当たりました。さあ手元の時計で30分を過ぎました。長い球を蹴ります。三浦和義、今ピッチ上ラストプレーの声がかかっています。さあやりきったところで終わり、なんとか点が欲しいグリーンラクーン。相馬、相馬です。駒野、柏木のワンタッチ、柏木がクロスにした、逆サイドにカズがいた。チョンテセ、これで試合終了です。日産スタジアム、スタンドから惜しみない拍手が送られました。ジャパンオールスター2021第3試合、風間彌弘監督率いるレッドボックスとラモス・ルイ監督率いるグリーンラクーンの一戦、ゲームは2-0、レッドボックスが勝利を収めました。このシーズンオフに素晴らしいエンターテインメントを見せてくれたこのプレイヤーの皆さんに、日産スタジアムから惜しみないねぎらいの拍手が送られました。非常に見応えのある第3戦だったという言い方ができます。両チームの選手がベンチの前に戻ってきました。そしてこの後準備ができ次第、ウィナーズの那須大輔監督による両チームの選手、もしかすると監督もあるんでしょうかね、インタビューをお届けすることになっています。まあしかしそれにしましても本当に豪華キャストによるこのゲーム、そしてこの大会になりました。まあ、気温一桁台という中で今日はゲームが行われました。そしてこのゲーム、Jリーガー、現役の Jリーガー、それから OB を含めたドリームチーム、まあ、改めて我々制作スタッフ、それから放送席からも大きな拍手を送りたいと思います。さあ那須さん、いけそうですか。じゃあお願いします、インタビューです。はい、2点目決勝点、はい、チョンテセ選手です。チョンテスです。名前覚えて帰ってください。実際どうでした、試合やって。いやみんなでふつふつと結構ねやる気満々なんですよね。そうですね、はい、確かに。で、実際、まあ、チームでこの融合ということで、この短期間どうなんですか、チームとしては。いや多分みんな相当しんどかったと思いますね全然もうね、菊池選手がね、僕がサイドチェンジに顔出すために前半前半になりたい、これは裏取れるわってずっと思ってました。みんな多分コンディションがまだまだですね、さすがに。一番コンディションが良さそうという、この間インスタライブで言ったじゃないですかやったらマジでやるの俺だけだって有言実行ということ。そうです、多分一番僕がやる気満々でした今日は。ねえ、本当にナイスゴールということで、ちょっと最後に、はい、あのメッセージを来ていただいた方々にお願いします。いやまずこの企画を考えて実行した那須さん、本当素晴らしいと思います。ありがとうございます。拍手を送りたいと思います。
そしてこういう、新しい企画に足を運んでくれる皆さん、本当に皆さんも素晴らしい拍手を送りたいと思います。ありがとうございました。ジョン・テセ選手です。ありがとうございました。続いて佐藤千里さんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今日は。いや本当に素晴らしい現役選手の中に混じって OB としてプレーできたこと、また、ウィナーズと対戦できたこと、あとはこれだけたくさんの方に、日産スタジアムに足を運んでくれたこと、本当に素晴らしい空間でまたサッカーできたことに感謝したいと思います。結構スイッチ入ってたよね。これに向けて仕上げてきたんで、まあ、背後ね、何とか取れてたんですけど、そう、はい、楽しかったです、はい、貪欲に久里っぽい現役の頃のプレーが見れたんですけど、じゃあちょっとね、皆様に一言最後にお願いします。いや本当に年末のお忙しい中、特に寒い中、この日産スタジアムにお越しいただきまして、ありがとうございました。これからも、サッカー界を愛する皆さんと共に、サッカー界を、支えていってもらえればと思います。寒い中ありがとうございました。佐藤久里さんです。ありがとうございました。1点目、豊田選手、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。あれ、PK はもう南さんとは知ってる者同士だからこその笑顔ですか、あれは。真ん中っていうところも考えたんですけど、案の定、南さんも真ん中待ってたとコーナーキックの時に言われて、笑顔が、ね、蹴る前の笑顔の駆け引きがすごく印象的でしたけど、はい、もう久しぶりにゴール後のパフォーマンスを見れて。そうですね、はい、僕日産スタジアムでゴールを取ったことがなかったので。そうなんですね。もう本当全国各地点を取らせてもらったんですけど、うん、日産スタジアムは多分取ってなかったので、はい、今日本当にいい記念になりました。はい、じゃあ初日産スタジアムでの飛行機ポーズということで。そうですね、はい、記念すべき得点ということで、はいはい。じゃあ、まあ最後にちょっとね、皆様に一言いただきたいと思います。はい、皆さん寒い中本当に今日来ていただいてありがとうございます。僕はこれから来季は今は栃木 SC の選手として、最後サッカー界を盛り上げて、来季からは津江県金沢のチームに移籍しますので、また J2 も注目して見ていただければなというふうに思います。皆さん良いお年を迎えください。豊田洋平選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞどうぞ。ウィナーズのマネージャーがここからちょっとインタビューを。はい、はい、ちょっと初めまして、ウィナーズマネージャーの愛です。ここからインタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ相馬選手に来ていただきました。寒い中お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の試合いかがだったですか。そうですね、まあやっぱ最後負けてしまったのが悔しかったですけど、本当にこんな寒い中多くの、お客様に見に来ていただいて本当に最高の時間になりました。ありがとうございます。すごいドリブルとかですごい攻撃の参加がすごかったと思うんですけど、すいませんちょっと緊張しちゃってすいません。やっぱりその相馬選手を憧れとしているちっちゃいお子さんでサッカー少年たちもいっぱい来てると思うので、その日頃サッカーでその気をつけていることなんかありますか。そうですね、まあ自分は本当にドリブルとかが好きだったので、小さい頃からこう自分の得意な武器っていうものは常に磨き続けてきて、まあそれがドリブルなのかなと思うので、本当に小さい子どもたちはこう自分の得意なことをたくさん練習してほしいなっていうふうに思います。ありがとうございます。じゃあ最後に多くの方が来てくださっているのでメッセージをお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。来シーズンの J リーグも盛り上げるので、またピッチで、お会いできることを楽しみにしてます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。相馬選手でした。次に菊池選手に来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。今日の感想の、今日の試合の感想をお願いいたします。ダビド・リホです。今日はしっかり PK を与えてしまって逆に覚えてくれたんじゃないでしょうか。はい、すみません。ぶっちゃけPK の判定についてはどう思いましたか。いや、家元さんちょっと厳しいんじゃないですか。家元さん当たってないから。家元さん厳しいよ。はい、当たってないじゃん。
今日ファイヤー一個もなかったけど緊張してた。やっぱりレジェンドたちに緊張しすぎて、そうですね、緊張しました。じゃあファイヤーちょっともらっていい？わかりました。皆さんこれだけ覚えて帰ってください。ファイヤー。ありがとうございます。ありがとうございました。最後に皆さんにメッセージの方をお願いいたします。はい、そうですね、やっぱりこうやってレジェンドとウィナーズさんの皆さんとサッカーできて、まあ、こうやってサッカー界を盛り上げてくださって本当に感謝です。来年からも J リーグサッカーをよろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。菊池選手でした。それではただいまより本日のジャパンオールスター2021エンディングセレモニーを始めたいと思います。本日のイベントの主催那須大輔より皆様にご挨拶を申し上げます。那須さんよろしくお願いいたします。本日は寒い中足を運んでいただき本当にありがとうございました。本当にこうやってウィナーズのメンバーが J リーガーと J リーガー OB の方々、それとあと豪華な監督の指揮のもと試合ができるなんて本当に思ってもなかったんですが、たくさんのご協力のもとこのイベントが、開催することができました。まあ、当初は、まあ、このイベント自体選手も集まるかなっていうところもありましたし、観客の皆様も集まっていただけるか不安だったんですが、サッカーとエンターテインメントを掛け合わす一大イベントをしたいというところから始まり、たくさんの人の協力のもと今回イベントができることになりました。本当に関係者の皆さんを含め本当に、感謝を申し上げたいと思います。それで来年ももっと暖かい時間帯で、イベントをまたしたいと思います。なので、まあ、ここにいる、まあ、現、J リーガーの選手たちもそうなんですが、日々皆様の思いに支えられ、僕らもそうなんですが、皆様の思いに支えられ、活動ができてます。来年もサッカー界さらに盛り上げていくためにも皆様の一人一人の思いだったり、その行動言動が、選手一人一人の力になりますので、ここにいる各選手、OB 選手も含め、ウィナーズも皆様の応援を、これからも熱い応援をよろしくお願いいたしますということで、僕からの挨拶にさせていただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。ここで風間監督に一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、本当に今日はありがとうございました。これだけ多くの方々が集まってくれて、そしてこのグラウンドができたというふうに思います。本当にありがとうございます。そしてここに、揃っている選手のみんな、本当にありがとうございます。これだけのいいプレーを見せてもらって、私自身も非常に楽しめました。また次の機会があれば、こういう催し物はどんどんやっていければいいなというふうには思います。そしてさすがだなと思ったのは、僕はこっちのチーム見てましたけども、ちょっと要求するだけでそのプレーが今日初めて集まってるだけなのにできてしまうところがある。やっぱりこれは一人一人の個人の能力の高さだと思います。やっぱりこういうのが、こういうところをどん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 みんなで見て、そしてサッカーの楽しさ、そして素晴らしさを伝えていく、あるいは楽しむというふうにできればいいなとつくづく思いました。本当に今日はいい時間でした。どうもありがとうございました。もう一方挨拶いただきたいと思います。カズさん、よろしくお願いします。今日は寒い中お集まりいただき本当にありがとうございました。こうやって、みんなでサッカーをできること、こうやってお客さんの前で思いっきりサッカーができることに幸せを感じます。これからもサッカー界を盛り上げていくためにみんなで頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。本当にありがとうございました。いよいよ年をお迎えください。カズさん、ありがとうございました。じゃあ皆さん本当にありがとうございました。帰り気をつけてお帰りください。いよいよ年をお迎えください。ありがとうございました。ご来場いただきました
スタジアムも